回の祝典ギャロップに合わせて車両部隊が行進してまいります。行進の先頭は国際派遣の際先遣隊を担う中央即応連隊、指揮官中央即応連隊長阿部一等陸佐。装輪装甲車、軽装甲機動車など16両で編成しています。ハイチ、イラク、カンボジア、ゴラン高原にそれぞれ派遣され活躍した各国際派遣部隊の待機が続きます。次に陸上戦力の骨幹となる各部隊の行進です。最初に偵察部隊、指揮官第一偵察隊長元吉に登陸さん。敵を深く潜入し情報を収集する部隊です。軽装甲機動車など29両で編成しています。後方の4両は87式警察警戒車です。普通科車両部隊、指揮官第31普通科連隊長根本一等陸佐。31両で編成しております。89式装甲戦闘車中隊、35ミリ機関砲対戦車機材を装備し兵車とともに警戒に行動できます。14式装備装甲車中隊、40ミリ機関砲機関を装備し、その機動力および防護力はイラクにおける近道飛行支援活動においても発揮されました。高機動車中隊、高機動車は10人乗りで高速性能に加え優れた路外機動性能を有した普通科部隊の主要装備車両です。120ミリ迫撃砲および96式多目的誘導弾中隊、120ミリ迫撃砲は普通科部隊の持つ最も大きな火力です。火薬科部隊、指揮官第一特殊武器防護隊長長尾
伊藤力さん。放射性物質などで汚染された地域の警察や装備品などの除染を行います。化学防護車など7両で編成しております。衛星下部隊指揮官第一後方支援連隊衛星隊長山田三等陸さん。患者の治療や医療施設への放送などを行います。野外手術システムなど10両で編成しております。中隊
しに制圧できるロケット部隊です。